こんにちは、ごまおです。本日はですね、副業で稼いだ収益の報告をしていきたいと思います。2020年9月版になりますね。ぜひね、皆さんの参考になると思います。この動画は悩める会社員を救うお金の知識伝えます、ごまおがお送りしていきます。自身がね、うつ病で休職する前後にお金に関する不安でいっぱいでした。同じような思いの方の一人でも役に立ちたいお金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。得意なことはね、YouTube 発信などの副業についてですね、月の粗利がね、まあ、10万円ぐらいっていうね、のをずっと達成し続けている。ここ半年ぐらいはずっとね、それを達成し続けているんですけども、2020年9月はどうなったか見ていきましょう。この動画はこんな方向けの動画になっております。副業でどの程度稼げるのか知りたいという思っている方、期間、労力、種類、どんな思いでやってたのかっていうのを知りたい方、これから副業始めたい目安が知りたいっていうね、そんな風に思っている方に参考になると思います。それでは参りましょう。結論ですね、2020年9月振込分の収入をこれから報告していきます。副業開始2年2ヶ月ですね。で、副収入ついにですね、月に28万円を超えることができました。これがね、まあ、史上最高っていうね、初でしたね。で、今回もね、すみません。企業案件を受注と、あと動画コンテストの賞金をゲットしたっていうのが重なったので、まあ、かなりね、飛躍的にアップしたっていうことですね。で、毎日ね、2時間ぐらいは朝活で、朝の5時から7時ぐらいまでですけども活動しております。これが副業の活動ですね。で、ブログ記事はまあ100本以上書いて、まあ、今はね、ちょっとブログじゃなくて YouTube 中心のね、動画中心のまあ、活動になってるんですけど、まあ、動画は400本以上作ってます。で、Kindle の書籍を4冊発行してまして、電子書籍ですね。で、あとノートも、まあ、電子書籍みたいなものなんですけど、それを2冊発行してます。で、まあ、ステップごとにね、まあ、どんな経緯で稼いでいったのかっていうのを最後に解説しておしまいっていうね、感じにしていきたいと思います。では、まず内訳ですね。28万円稼いだ内訳をちょっと発表していきたいと思うんですけども、まずアドセンスの収入ですね。ブログと YouTube に広告収入を乗っけられるっていう、まあ、最もスタンダードなね、ストック収入っていうかね、感じですけども、Google と契約します。 Google の巨大な市場に乗っかれるので、まあいいかなっていう感じですよね。まあ、ブログと YouTube 両方運営してるのでね。で、最高でもらえてた額の、ね、半分くらいに減少してるんですけど、まあね、これはブログの記事全然書いてなかったりとか、YouTube の更新頻度を落としたりとかしてるので、ちょっと毎日投稿やめたりね、してたんで、9月はまあ2万7039円もらえてたっていうことなんですけど、まあ、最高だと7万円以上とかもらえてた時期があったんで、ちょっとね、それに比べたら物足りないというか寂しいかなっていう感じなんですけど、まあ、まあ、でも最近安定してこれぐらい、まあ、3万円前後っていうのはもらえてるのかなっていう感じはしてるので、まあ、まあね、もらえないより全然もらえた方がいいっていうね。まあ、全然稼げてね、これ初心者からしたら全然もらえてる方だと思いますので、このまま続けていければなというふうに思います。で、続きまして、Kindle の書籍の販売がですね、これはまあ良かったですね。Kindle Unlimited っていうね、読み放題サービス、これが読まれているのが大きいですね。ぜひね、まあ、これ使いやすいと思うんで、皆さんもぜひ使ってください。月額980円で、まあ、初月無料で使えて、まあ、1ヶ月試してみて、微妙だったらやめればいいんですけど、月額980円でいろんな本が読み放題です。ごまおの本も読めるようになってまして、で、これが安定的な収益を実現しています。コロナ以降もね、やっぱ需要も強いですね。今家に引きこもってね、ダウンロードしても読めるっていうね、システム素晴らしいじゃないですか。皆さんやっぱり読んでるのかなって感じがします。5万1082円分ね、ロイヤリティいただきましたので、これはかなり大きいですね。アドセンス収入より多くの額をもらえてるってことですけども、この本が人気ですね。 VIM の本、やっぱ投資ね、まあ、コロナ以降やっぱ投資始めるって方も多いみたいで、ね、高配当株投資っていうね、 ETF 分散が効きつつ高配当もらえるっていうね、この本は、なかなかランキングの上位にも乗っかってますね。これは株式投資の部門かなの、9位に、まあ、本は入ってた時もあるっていうね、株式投資のレシピランキング、有料の、ね、やつの、まあ、トップ100っていうのをね、ところを見ると9位に入ってましたね。まあ、これのせいですよね。もう結構見られてくれてて嬉しいなっていう感じです。で、続きまして楽天アフィリエイトですね。
まあ、結構楽天経済圏の情報発信をしているので、それ経由でね、自分の楽天ルームっていうね、楽天がやってるインスタみたいなやつですけど、そこで、に誘導して商品紹介をしています。これはまあ500人ぐらいなんですけど、まあ、皆さんね、まあ、僕のルームを経由して帰ってくれる方とかがいらっしゃいますので、それのね、アフィリエイト収入が入ってきます。お買い物マラソンが、2回あったのかな。9月にもらえる分は7月のね、発生分なんで、この7月の発生分が9月に振り込まれますので、7月は2回お買い物マラソンがあったんでね、結構ガッと入ってて、売上金額が29万円ぐらいになったので、僕のところに入ったものが13,957ポイントということでね、まあ、ポイントでもらえる、まあ、現金でもらえるわけじゃないんですけど、まあ、こんぐらいね、もらえてますと、まあ、ほぼポイントはね、現金と一緒なんで、まあ、嬉しかったという話ですね。で、あと、副業ではないんですけど、米国株の配当金ですね、まあ、先ほども言ってた VYM とかも持ってるんで、これが9月は結構がっつり入ってきました。配当金はね、全部で391.09ドルもらいましたね。日本円にして4万1606円ぐらいですね。ね、1月で4万円ぐらい配当金が入ってるって結構ね、結構でかいですよね。これがね、ずっと続けばね、めちゃくちゃ嬉しいのになっていう感じですけど、まあ正直でも下がったんですよね。減配が結構、この VYM とか JWSPYD であったので、残念ながらね、下がってしまってはいる。本来だったらもうちょっともらえる、もう5万円近くもらえてたんじゃないかなって気がするんですけどね、ずっと積み立ててたんでね。でもまあ、そううまくはいかなかったという話ですね。で、続きまして、企業案件の話ですね。まあ、動画編集の依頼とかをね、受けるようになりましたね。今、YouTube のチャンネル登録者数は8000人ぐらいのになってきてまして、まあ、それなりの規模の実績が、まあ、生きた感じですね。やっぱ声かけられることが多くなってきましたね。依頼の、まあ、問い合わせが多いですね。まあ、その受注までに至るかはまた別として、結構ね、依頼受けたりとか、まあ、自分で断ったりするものもあるんですけどね、ちょっと自分のチャンネルの特色と合わないなっていうのは断ったりしてますけど、まあ、どんどんね、でも自分からも提案して継続して受注していきたいなというふうには思っています。これやっていかないとね、やっぱり伸びないかなと思ってるんで、あとはやっぱその企業さんとのやり取りのね、その感覚もね、やっぱ自分の中で身につけたいなというね、思いがあります。次のね、ステップに来た感覚がありますね。やっぱね、自分の発信だけをやってるんじゃなくてね、そうやって、お仕事いただいてこなしていくっていうね、そういうのも必要かなというふうに思ってやってます。作業の自動化をね、さらに進めてね、効率化して、まあ、自分の時間がね、なんせ1日2時間しかできないですからね、朝のね、やってます。まあ、動画編集のね、勉強もっと本格化しないと、いいクオリティのものができないかなというふうに思ってますんで、やっていきたいと思います。で、その一環としてね、動画コンテストに応募してみました。どんなね、やつかっていうと、ビットヤードっていう仮想通貨の取引所が主催していた動画コンテストで、まあ、詳しいルールは省きますけど、まあ、このビットヤードっていう取引所を、まあ、紹介しなつつ、まあ、自分の仮想通貨のトレーディングスタイルっていうのを紹介してくださいよみたいなね、そんなコンテストでしたね。で、まあ、これ、まあ、ぶっちゃけ応募者少なかったと思うんですよ。賞金の仕組みとしては、50人以下の参加人数の場合、優勝者が 777USDT っていうね、まあ、テザーっていう、まあ、777ドル程度の仮想通貨がもらえるっていうやつなんですけど、見事これで優勝しまして、ね、777ドル相当をゲットしました。まあ、約8万円ですね、の賞金をゲットしましたということですね。これはね、やっぱニッチなところなんですよね。この仮想通貨取引所は、まあ、新興のね、新たに立ち上がったばっかりなんで、まだ誰も知らないっていうような状態でして、まあ、5番はもう仮想通貨の取引経験もあるし、まあ、動画を作成するっていうね、スキルもあるので、その両方を持ってる人間がまずなかなかいないというのと、このね、存在を知って、この取引所の存在を知っているっていうね、のもあって、まあ、こういうね、コンテストがあるっていうのは、まあ、ちょっとチャレンジするっていうのをやってみたら、まあ、見事ね、まあ、8万円ゲットできたということですね。まあ、やっぱ競合が少ないところで勝負するっていう感覚っていうのは大事なのかなっていうふうに思います。めちゃくちゃ嬉しかったですね、これでね。
で、今までのが全てなんですけど、9月に回ったね、副収入、合計合わせるとこんな感じになってます。28万8787円の副収入を得ることができました。これが過去最高のね、になっております。やっぱりでも、企業案件と投下コンテストの割合が非常に大きいので、ちょっと来月もこれを維持できるかと言われたら、ちょっと維持できないだろうなっていうね、感じなんですけど、まあ、過去最高、これだけね、稼ぐことができたっていうのは自信になりましたので、今後もこれが続けていければいいのかなというふうに思います。で、具体的にどうやってこれをね、時間確保してくるかっていうと、まず21時に就寝して、遅くとも5時には起きるというね、で、7時まで朝活するっていうね、YouTube 撮影とか資料作成したりとかがメインですね。筋トレもたまにね、途中で取り入れたりして、体を目覚めさせながらやっています。ね、これね、月収28万円ぐらいね、もらえるっていう実績がね、自分で作れましたからね、これをね、続けるしかないですよね。まあ、体調に気をつけながらやりますということですね。で、気温の変化とかにもね、ちょっと敏感になって、まあ、自分の体調を崩さないようにね、やっていきたいと思います。で、続きましてね、まあ、これからその副業をね、どういうふうにステップアップさせていくかっていうね、自分のその、これから始める人がね、どういうふうに考えていけばいいのかっていうのをちょっとお話ししたいと思います。まずね、副業をね、成功させるためのステップ1はね、自分のメディアを立ち上げるってことから始めましょう。これね、今の時代にも発信していかないとダメなんですよね。簡単に発信できる時代になりました。SNS とか YouTube とか使えばね、どんどん自分の個人をね、発信、何者でもない個人をね、別に芸能人でも何でもない、僕らでも発信することができて、人を引きつけることができるっていうね、時代になりました。広告と母艦ということでね、時間をかけてこう育ててください。何でもいいんです。ブログでもいいし、ツイッターでもインスタでもいいし、YouTube でもいいんですけど、何か自分のね、こうメディアっていうのを一つ、まずは始めて、まあ全部複数始めてもいいんですよ。はい。複数始めればね、相互に影響力を及ぼせるのでいいと思います。5番もまあブログとツイッター同時に始めて、途中から YouTube 始めたっていう感じですね。はい。で、こうやって影響力も身につけていきましょう。最初はね、収益ゼロを確保してください。これね、なかなか時間かかるんですよ。はい。まあ、もうまあね、数百円とか稼ぐようになるまで半年ぐらいかかったりとか。まあ、最初ね、まず、何記事か入れないとね、ブログもアドセンス受からなかったりするのでね。はい。まあ、そこら辺、結構大変ですけれども、まあ、最初はね、ゼロなんだって、いきなり稼げるもんではないっていう覚悟でやった方がいいっていうことですね。で、ステップ2ですね。で、影響力を収益に結びつけましょう。まずは Google AdSense とかをね、申し込んで、広告収入とかでいいと思います。で、あとは ASP、A8.net とかね、もしもアフィリエイトとかね、そういうのに、登録してみるとかいうのがいいかなというふうに思います。で、あとは Amazon アフィリエイトとか楽天アフィリエイトもね、ここら辺もまあ審査は割と簡単に、楽天アフィリエイトなんてね、審査はないようなもんですから、簡単にでき始められると思います。で、あとは電子書籍ですね。まあ、ブログとか書いてね、割と軌道になったら、自分の知識を、まあ、一冊の本にしてみて、電子書籍で、これ誰でも販売できますからね、Kindle とかノートとかね。はい、そこで販売してみるっていう経験も積むといいかなというふうに思います。で、こうやってね、まあ、メディアを運営していって、自分の商品とか出していくと、自然に依頼が来るようになるんですよね。ステップ3としてね、個人や企業からの依頼に応えるということですね。自分のメディアと親和性の高いものを選択して、企業の依頼を受けてみてください。5番はね、お金に関する知識とかね、を伝えているので、まあ、なんかお得な EC サイトの紹介をしてみたりとか、仮想通貨取引所の紹介をしてみたりとか、いろいろやってますのでね、っていう感じですね。あとは、まあ、証券会社をおすすめするアフィリエイトとかもね、そういうのもやってますね。そういうのでね、まあ、どんどん稼ぎが増えていけばいいんじゃないかなっていう感じですね。で、収益、2019年の収益なんかは、まあ、僕はノートの方で公開しているので、まあ、詳しいね、この収益の内訳とか、知りたいって方は、ごまのノートをまとめてありますので、ぜひね、これを見てください。この副収入を8万円両立させる方法っていうね、このノート出してますんで、概要欄にリンク貼っておきますので、ね、ぜひ見ていってください。こんな感じでごまは毎月ですね、副業のでの、得られた収入っていうのを報告しています。皆さんのね、まあ、目標になれるような感じを目指してね、まあ、もう頑張っていきます。ね、
どんな道のりでね、副業を副収入を稼いでいくのかっていうのを、ね、生の声を見れる、ね、チャンネルにしていきたいと思いますので、ぜひ今後見ていってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。